残すのはこのメインイベントのみです。第11試合プロフェッショナルシュート公式戦メジャーフェザー級5分2ラウンドです。まずは新潟の若きエース岡田達磨最中が入場してきます。7月に23歳になったばかり若きエース岡田達磨、プロでの戦績は6戦して4勝2敗。この越後風神祭りは2回目のメインイベントです。メインイベントとして最高の試合をしたい。この数年でフィジカル、技術、メンタルはかなり成長できた。気持ちを前面に出して勝ちを取りに行こうと思っている。総合力では自分の方が勝っていると思う。正確な表情を見せています岡田達磨。横斎が力水をつけます。最軸所属世界ランカーを倒して自分も世界ランキングを取りたい。チャンピオンを目指したい岡田達磨。トップローから今ゆっくりリングイン。続きまして赤コーナーより本間選手の入場です。大会史上最強の選手の入場です。第9代シュート勝った慶応フェザー級チャンピオン、そして現在世界フェザー級8位、世界ランカーの東馬の入場です。奈良県出身、現在年齢は35歳、プロ成績は24分して12勝10敗1分け、現在世界ランク8位。昨日の計量ではガムをかみながら素敵な表情で計量に臨んでいました。岡田達磨が自分という世界ランカーを倒して世界ランキングに名を連ねたいというのであれば、自分はその盾になる。簡単には勝たせない。それどころか返り討ちにしてやる。それが将来のシュートのためになる。大間の入場です。いや、生駒さん、はい、やはりそのチャンピオン経験者生駒さんもそうなんですが、はい、ちょっと貫禄がありますよね。ああ、そうですね。新潟のエース大地の岡田達磨23歳。そして35歳第9代簡単平洋シュートフェザー級チャンピオン東馬、世界ランク8位、世界ランカーです。年齢は東馬が35歳、岡田が23歳。
あの江戸が一回り違うんですね。12歳差なんですよね。そうですか。多いですね、今日の大会ね、はい、自分が盾になるんだトーマ、そういった決意で戦います。相手が世界ランクを目指すんなら自分が盾になってやる、それが選手のため、そしてシュートの未来のため、様子を見ている両者。サウスポーの岡田、オーソドックスな構えのトーマ、なかなか入り込めません。ここでタックルがかわしてフック、それを浴びせていきましたトーマ。なかなか岡田中に入れない。身長は3センチの差しかありません。トーマが173センチ、岡田は170センチ。どうなんでしょうか、井上さん、そのチャンピオンという無言の圧があるんですかね。ただまあ岡田選手はちょっと物おじしないタイプっぽいでね。そうですね、かかしてくる、場内からは大歓声、馬力ありますね。はい、しかしここでしっかりと腕をロックしてクリンチに持っていきます。トーマ落ち着いています。あとは打撃がね、いいんですけど、まあ、ベースは柔道なんで、はい、腰が強いですね、投げも上手いですね。なるほど、うん、で岡田選手も柔道上がりのレシーブやったかな。そうです ね、はいはい、お互いにベースは柔道。岡田は倒しに行く、コーナーでの攻防となっています。膝を見せていきます岡田。トーマはしかしその辺は落ち着いています。スタンドでのまあギロチンの体勢といいますか、ギロチンじゃないですね、顔を押してあっちに向けてるだけです。はい、首で押さえていましたが、倒されない。いや、投げが取りすぎる。バックを取った岡田。投手がし立ち上がる。世界ランキング入りのチャンス、そうはさせないトーマ。このパンチは続いて離れました岡田。このジャンプしっかりとパンチを見切っていますトーマ。ガードしました東馬、右、あっとパンチからハイキック、東馬お返し、しっかりとガードしています岡田。そして今右が入った、頭を下げてかわしました。極めていますトーマ、岡田の打撃を見極めている。ミドル、今の下がったよ、下がった、右トーマの右、ちょっと見すぎちゃう時あるんでね、はい、行ってほしいですけどね。周りを詰めてくるトーマ、右右ドロー、
一発、そしてアッパー、かわしている高田さん、ここで組んで倒せるか。第1ラウンド終了です。これは難しいラウンドですね。前半岡田選手後半ともみたいな感じでどっちつけるかですね、はい、ただしやはりその環太平洋王者だけありまして、そのトーマ試合運びがうまいですね。あ、そうですね、はい、やはり世界ランカー、まあ、ただ明確なポイントは取りたかったですね、まあ、2ラウンドなんでね、次しかないんで。そうですよね、岡田選手もやっぱりね、こういうマッチメイクしてもらったんやったらもう、ね、もう倒しに行くっていう、ね、はい、行かないと。須貝さん、そのあたりをどうですか、この前チャンピオンに挑む岡田の姿というのはどう映ってますか。ちょっと会場からじりじり感というか緊張感半端ないですね。そうですよね。世界ランカーを倒しての世界ランク入り。壁になるトーマ。トーマ仕掛けてきましたね。はい。あ、トーマがスイッチしてサウスポーを決めています。キャッチしましたが離れます岡田。プリシャルが出てきましたね。強烈タンタンと行け、タンタンと詰めろ。岡田かわして左のロータックル、トーマ倒されない。岡田コーナーに追い詰める。タックと一緒、タックと一緒、大丈夫、タック組み立ってんだから大丈夫だぞ。相手の方が嫌だから。慣れ際に右肘ですね、はい、肘。試合運びのトーマのうまさが光る岡田のワンツー。どう東馬がサウスポーにスイッチをして、ちょっと入れなくなってきてるかもしれない。そうですね、左に変えてますね。もともとサウスポーなんですよ。あ、なるほどね。右なんですけど、右のサウスポーなんですけど、はい、途中から変えましたよね。そうですね、はい、大体やりにくいですよ、今まで右でやってるやつ。そうですね、相手をよく見ているトーマ、顔を右を読んでいた。ただの右を読んでいた。トーマの右、なかなか岡田としては中に入れません。ワンツー、岡田返すの右フックが強いですよね。はい、この試合の重要性は岡田は大きな大きな、どうだ、このダウンはスイッカパウンド、パウンド、トーマラッシュ、トーマラッシュ、パウンド、これはおー、これで右がダウン、パウンドアウト。太平洋フェザー級王座の貫禄を見せました。岡田の盾になりました。そしていたわります、笑顔が見えます。まあね、新潟の皆さんにもね、チャンピオンの強さを見せてくれて、いやしかしさすがでしたね。そうですね、そう、仕留める時の一気にこう行くのがやっぱり、はい、2ラウンドトーマ TKO 勝ちでこのメインイベント勝利で、いや岡田選手になりました。勉強になったと思いますよ。はい、そうですよね。岡田の狙いはかつての世界ランキング入りですが盾になりました。いや、まだまだこれから伸びる選手なんで ね、 そうですよね、はい、これを糧に頑張ってもらいたいですね。しかし、しっかりとね、35歳のベテラントーマ、岡田の盾になったというのは立派ですよね。ファイティングスタイルも、はい、
ここで東馬のマイクパフォーマンスです。大阪から来ました、直進会 TK68 の東馬と申します。小川選手めっちゃ強かった、思ってたより全然強かった。たまたま狙ってたやつ当たったからいいけど、あのままやったら僕やられてると思います。だから岡田選手まだまだこれから若いし、僕なんかもう年ですけど、まだもう一回最初からゼロから作り直して新しく頑張ろうと思ってるんで、まだまだこれからの選手なんで、みんな応援 してあげてください。今日は本当新潟から新潟に呼んでもらって、でこうやって新潟の熱いお客さんの前で僕の試合が見せれたっていうのはすごく僕にとって光栄なことです。また、見せれる機会があれば、僕の名前をちょっとアルファベットでトーマンで TOMA って覚えやすいんで、ぜひともちょっとだけでも覚えていってください。でプロモーターの方、ほんまにありがとうございました。こんなもうしがない選手をメインにしていただいて、なんとか KO することができましたけど、まだまだ僕も頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。いやー、いつもさん立派な挨拶でした ね。まず敗者のお金をたたえ、そしてプロモーター、そして会場に感謝の気持ちを持って、いやでもあれほんま本心だと思いますよ。ほんまに岡田選手強かったと、ほんまにもうなんていうんですかね、その礼儀で言ってるんじゃなくて、ほんまに強かったんですよね。まあ、岡田はとしてはね、勝って世界ランキング入りを果たしたいところだったんですが、勝手になりました。このハイキックがね、入りましてぐらつきます。岡田、そして右のフック、左のフック、ここで倒して、そうです、あと踏み付けされたりせずに、そうですよね、この仕留め時にしっかり仕留めれるっていうのがやっぱりね、強い選手の違いですね。まあ、この大会史上最強のファイター、第9代環太平洋フェザー級チャンピオン、現在世界ランキング8位の東馬、実力を十分に発揮しました。まあ、敗れたといえ岡田もね、これだけの試合ができたわけですから、はい、当然ね、新潟からの世界チャンピオン、世界ランキング入り、はい、そしてね、願わくばこの地元でのそのタイトルマッチ、そういったものも見たいですよね。そうですね、はい、まだ23歳です、はい、岡田達磨の将来性にも期待しましょう。楽しみですね。